内緒完璧だ。はい、みなさんこんにちは、瀬戸はるかです。本日はですね、ワッホーまっちゃんの日常とコラボ動画をお届けしていきたいと思います。オープニング動画を撮り忘れまして、ちょっとルール説明だけ先にお伝えしてから本編行こうかなという感じで、こんな感じの補足動画後から撮影しております。今回はドクターストレッチさんのコンペにお邪魔させていただいた時の、ラウンド中の動画になるんですけど、ワッホーさんと私がペアで、まっちゃんとさくらがペア このチーム戦ということで、ペアのホールアウトした合計スコアの足し算でスコア少ない方が勝ちということで、どっちのチームが勝つのかっていうのを全4話でお届けしていきたいと思います。すでに1話目がワッホーさんたちのチャンネルで配信済みなので、ぜひワッホーまっちゃんチャンネルの方から全部見ていただけたら嬉しいです。果たして勝負の結果は、本編どうぞ。さあ、ジャンパー取っていこう。お願いします。あ、鉄塔狙い基本が。ではよろしくお願いします。はい、チームで言うと一勝中です。ナイスショー、完璧です。バーディーですね、もうこれは。ナイスバーディーありがとうございます。ゼロ級入ったっすね、僕は。それそうですよ。ナイスバーディー。動画回ると、回ってないよりもう一言も喋んないような感じで急に。まあまあ早く打てよお前。なんて言うんだっけ、頑張るよぐらいにしてあげてよ。頑張るよぐらいで。やってきます。お願いします。ナイス。これもいいね。完璧です。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。さあ、はい。まあ問題はですよ。問題はですよ。瀬戸さん。はい。ご自身のチャンネルで。はい。自分が取れるのかと取れますよ。取れるのかというところなんですけど、レディースティが150ヤード前なんで、ちょっとでも長めですよ。長めですね。長めです。390ヤード、パー5。390ヤード、これチャンスですね。チャンスです。2オンチャンスですね。むしろ確実に取ってほしいです。打ち下ろしですよ、しかも瀬戸さん。なんと。はい。じゃあちょっと。これ真ん中でいいのかな。真ん中はそうですね。どのホールも真ん中で大丈夫です。基本はですね。基本。はい。はい。じゃあ低い木狙って。はい。どうなんですかね、低い木は。なんかあるんですか。どうなんですか。はい。ブロッコリーみたいなのがあるんですか。ブロッコリーみたいなのありますね。正面ですね。うん。ちょっと右がもう。いやでもいいですよ。大丈夫。悪くない悪くない。あ、だって右に右に行った？右に行きました。なんかまあまあでも激しめの音が激しめの音がね。じゃあさくらさん、あそこはダメなんですね。ダメ？まあ、あそこ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。キャディーさんが大丈夫って言って。大丈夫大丈夫。はい。結構広いですからここは。じゃあやっていこうぜ。じゃあ。おやろうぜみたいな感じで来るのかなと思ったんですけど。お前が頑張るよぐらい言ってほしいですね。素晴らしい。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスショー。さあ。ありがとうございます。一ホール目をマッコさんのチャンネルで撮りましたね。そうですね。うちのチャンネルで撮って、まあまあ勝負して、はい、スコアがああいう感じだったんですけど、はい、ホステドさんのチャンネルでは、はい、まあどうなるのかってことですね。言っちゃいましたよ。今日唯一の右ですよ。あ、ドライバーずっとドローボールで、めちゃくちゃ良かったですからね。そうですね。確かに。ちょっとやっぱ自分のチャンネルの方が。で、短いし、打ち下ろし出しとかもったらめっちゃ。もうね、カメラ来た時には、最新ロングバーズ取れるんですよ、みたいな。自分で自分でプレッシャーかけてますよ。ツドンできますから、みたいな。できますから、みたいなことちょっと言っちゃって。はい、そうですね。その結果ですよ、これ。まあでもまだまだチャンスありますから。どこに落ちたかですね。まあ、あの、全体はその一本木の、昨日、周辺ですね。
あれじゃないですか。あ、落ちて、もしかしたら落ちてきて、あれかもしれないです、うん、そうですね、はい、だって下だ、全然そうだと思う、右に晴れたんですけど全然大丈夫そうですね、いいところです、うん、はい、ということで、瀬戸さんの、チャンネルなんですけれども、はい、瀬戸さんは、ご自身のことで精一杯みたいです。あっちで相談してます、はい、さあ、まっちゃんが今多分打ち下ろし入れて220ですね。220、OK、はい、3番ウッドで、3番ウッドでお願いします、はい、先に質問してプレッシャーかけたいと思います。はい、完璧だ。マッチャン知ってる？あそこにいるサトちゃんとサクラちゃんは私たちのことを全く見てない。二人で相談してますから。しかもあのこれ僕とアホさんチームで二人が相談してるんだったらわかるんですけど、ね。けどちょっと瀬戸さんカメラお願いしてるところであれですね。じゃあ僕はここで。はい、じゃあ僕は209ヤード4番ヤード。あ、どうされました？チャンネルの信頼から。聞きました今。僕もう打ちましたよ。じゃあ行きます。また多分乗ってると思います。ナイスナイス。全然いけないんだもん。じゃあ4番ヤンで209。あー右だ。これはバンカー越えた右行きましたね、はい、じゃあ瀬戸さんと、はい、何を相談されてたんですか？女子会してましたね。女子会があって見向きもしなかったこっち。ま、もうこうだよなってだけ言ってたもん。結構傾斜地ですこれ。さあ瀬戸さんのセカンド、はい、ピンまで何ヤードですか？184なんですけど、はい、すごいつま先上がりの膝の高さですね、はい、でも引っかかりやすいですよね。かかりやすいです。だから多少は右をこうあんま向きすぎても良くないですよね。グリーンが右側なんで、はい、はい、それまあそれくらいがそれ以上いかない方がいいと思います。はい、ちょっとこれが限界です。あ、ナイスです。いいところ行きましたね。はい、そちらのラインとこに、いや、めちゃくちゃいいところですね。やっと、しかもこの打ち下ろしの傾斜を使って前にいるから何ヤードぐらいですか？ここから153です。おお、狙える。来た153はしっかり狙っていきたいですね。これはね、来たどうやって狙おう。結構木が松本、どうやったらいいんだって。松本、これはどうやったらいいんだ。やらせ感がすごいんですけど。で、153で、はい、まあ、フォローが結構強いんで、はい、しっかり150のクラブで、はい、しっかり打っていくしかないです。この金の高さ超えると思いますか？超えます。逆に言うと番手上げると球低くなるんで、はい、短いクラブ150ぐらいのクラブでしっかり振っていった方が球も上がっていいと思います、はい。乗った？乗れ、いけ。もうめっちゃいいところです。ナイス、はい、これちょっとチームで2人して2オン、ね、ほぼマッチャンはね、ワンピンだよ。なんかお二人見てなかったんで落ちたところ見てなかった。絶対いいそうですよ。大事な女子会があったんで。女子会して3打目、はい、僕イーグルチャンスですよ。イーグルチャンス。やらせみたいになるんで、もうなんか。しかもめっちゃ近いじゃん。めちゃくちゃ近いです。チャンスです。わあ、乗る。ナイスオンです。なんとか3オンはしましたけど、3オンしましたからイーグルパットには勝てない。いや、でさくらのがもう本当にね、アプローチがないから2ヤードぐらい手前のめちゃくちゃいいところなんで、うん、うますぎ。ナイスです。ナイスです。パフォーマンスウェッジですね、これは。あ、でもピンチだな。よし、
や、まっちゃんこっから3パットあるもんな。じゃあ3パット。はい、今ええええええイーグル、えイーグル、ナイスイーグル、ナイスイーグル、イーグルとイーグル、多分ってことが、イーグルとイーグル、初イーグル、多分、はい、カメラが収まったよ、すごい、やったー、おめでとう、ありがとうございます。さあ、さあセルちゃん、とりあえず俺ら頑張ろう。そうですね、ちょっとだけ打つの忘れてた。これは下りの下りフックライン、フックラインですね、はい、結構低そうな感じはする。そうだね、最後かなりね、カップの先下ってっから、はい、うん、距離感が難しいね、はい、うまいよ、いけ、あー惜しい、早っ、あるな、まっちゃんのスリーパット、まだあるぞ、あるぞ、これイーグル、イーグルはもう残したいね、イーグル、イーグル残したいですね、残したいですね、こんなチャンスないですもんね。さやかちゃん、松本しっかりやれって、あ、ここしっかりやれ、もう入ってないよ、これ絶対入ってない。じゃあしっかりいきます。早い、でも早い、先、じゃあ瀬戸ちゃん行こうか、はい、ね、これは左に行こう、早いね、一言欲しかったね、さくらちゃんの、はい、積もって何やってんだよって、あ、言えばよかった、言えばよかった言えばよかった早いに聞い取られてます、あれでここまで来るんだ、確かに、あー、ダメ、オッケー、オッケーです、ボギーです。さあ、お父さんもバーディーパット、これなんか、打つ位置あんのこれでもマジやばいね、傾斜がこれやばいです、ワンピンぐらいですね、1.5 ぐらい距離合わせながら、ナイスパス、うめー、うめー、ありがとうございます、ありがとうございます、ナイスです、いやでも、いや今の入れ方めっちゃうまいっすね、さくらちゃんにやられた、ここ私よっしゃ、そう言われるとテンション下がるんだよ、まあ、じゃあ、まあ、まさかね、まさか、まさかそれは、ナイス、ありがとうございます、ナイスバディです、ナイスパーディーだ、ナイスバーディーだねっていうことで、イーグルバーディーの3アンダーで、ワッホーさんバーディーのボギーなんで、はい、イーブンということで、はい、このボールはちょっと負けた、ボロ負けです、ボロ負けでした、ボロ勝ちっすね、初イーグルが、そうですね、初イーグルに収まる、すごい、おめでとうございます、ありがとうございます、ちょっとまた後半もね、はい、どうか両方でやりたいと思いますんで、はい、僕締めていいんですか、セトちゃんのチャンネルだったら、セトちゃんじゃあ最後、はい、なので次ワッホーさんたちのチャンネルで後半どっかで対決して、はい、もう一ホールこっちでも戻ってきたいと思いますので、はい、次は負けませんよ、次も勝つ、いやちょっと締めかありがとうございますということで、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい